Happy birthday to you. Happy birthday, Bai ちゃん。Happy birthday. ボケ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 ジージー。Happy birthday. もう一回、次の大統領もやんのかね？やんのかね？どうなんだろう？はい、ということで、バイちゃん、誕生日だったらしいですよ。ということで、とりあえず、今回は、本当にどうでもいい、どうでもいい動画になっちゃいますけど、とりあえず、バイちゃんの、誕生日の件を、CNN が伝えていますので、それをちょっと皆さんと共有して、ちょっとね、言いたいことがあるんだよね。はい。それを最後に皆さんに、お知らせして、はい。っていうか、お知らせじゃないな。皆さんはどう思いますかっていう、これは逆におたけび G からの、クエスチョン、質問みたいな動画です。はい、ということで、ちょっと、CNN のこの情報を皆さんに共有しようと思います。米国のジョー・バイデン大統領が20日、80歳の誕生日を迎えましたと。80代の、アメリカ大統領は史上初だそうです。そしてですね、バイデンちゃんはですね、このバイちゃんはですね、再選に向けて大統領選に出馬する、どうなんだろうみたいな感じになってるんですが、この大統領を務めるにはちょっと年齢がね、もう年だしね、ちょっとこれ年齢がちょっとやばいんじゃないよっていうふうに疑問視されていると。ただですね、おたけび G は思うんですけど、年齢はいいんですよ。80歳超えてもしっかりしてる人はしっかりしていますから、ただ、ボケてるでしょ？ボケてるでしょ？それが問題なんですよ。ホワイトハウスによれば、バイデン氏がジル夫人が主催したブランチで誕生日を祝った。はい。ジル夫人はバイデン氏がろうそくを吹き消す様子を写した画像をツイッターに投稿しましたとさ。はい。おたけび G もちょっと後で見てみましょう。そしてですね、その後はちょっとまあ割愛しますね。その後に、バイデン氏は年齢にまつわる有権者の不安を拭い去ることができておらず、失言や文字通りのつまずく様子が、健康や頭脳明晰さに対する懸念を強めていると。いや、もうダメでしょ。もう、全然もうダメですよ。はい、ということで、あとこんな風に、最後に、伝えてますね。バイデン氏が再選を果たした場合、2期目の終わりには、これね、次の大統領ももし、出るってなって、そこでもしまたね、イカサマ選挙で勝っちゃって、それで、合計8年やった場合は、なんと、2期目の終わりには前例のない86歳となっていると。過去の、これね、86歳って、もう今でボケてるでしょ？どうなんだろうね？もう、あと6年後にはどうなってるんですかね？もう、ちょっと笑っちゃいけないけど、もう、絶対ダメでしょ。もうね、まあでも、やるかもしんないよね。はい、ということで、どこまで読んだっけ？そう、過去の、高齢の大統領経験者と比較すると、例えば、トラちゃん、はい、ドナルド・トランプは、大統領職を退いた時が74歳。まあ今、76歳ですね。はい。なんで、次の選挙は78になってるのかな？うん。そしてあと、レーガン。はい。レーガンが2期目を終えた時で77歳だった。ということで、本当に80歳を超える大統領。これはもう前例がないんですよね。ね。ということで、まあ CNN がこんな感じで伝えてます。まあ、とにかく、おめでとう。まあ、とりあえず言っとく。おめでとう。80歳、おじいちゃんだもんね。よかった。長生き。はい、ということで、こっからが、本題なんですけど、バイちゃんってさ、あれ、本物あれ、本物ですかね言っちゃいましたね。もうね、何を言ってるんだ、おたけびし。また陰謀論かみたいな。でもさ、どう見てもさ、違うよね、昔のバイデンと、今の。バイちゃん。ね。まあ、副大統領の頃の、まあ、若いよ。あの頃はもうまだ若いよ。もう何年前なの？4年、まあ、から6年、7年、8年、まあ、7、8年前、まあ、10年前。若いよ。でもさ、全然別人だよね。すいません、なんかマスクの調子があるけど、舌がベロベロ出るんだけど。とりあえず、いくつか画像がもう出てると思うんですけど、よくみんなが言っているのが、耳が違うってね。右の方の耳か。耳たぶが昔はあったんだけど、今耳たぶがないと。これはどう見ても違うだろうと。ただ、耳だけじゃなくてさ、もう目とかさ、全部違うよね。全部違うよね。ってことは、よく言われてる影武者とか、何、マスクとか、このおたけび G みたいになんかマスクかぶってて、中に入ってんのはなんかジムキャリーだったりとか、なんかいろいろ、もうね、何とでも言われてるんですけど、もう何でもありなんですけど、おたけび G が思うにはですね、多分整形したと思うんですよね。整形。ちょっとでも若く見えるように。だからその年齢を気にしてると思うんで、やっぱり、こう、
肌とか、肌のあのシワとか、それをこうね、ピーンってね、貼ると、やっぱりあの、こう、なんかこう、いい感じで、こう、わ、大統領なんか、いいねって。だからやっぱり、シワくちゃのヨボヨボだと、やっぱダメでしょっていう風に、本人は気にしてるんじゃないのかなと。それで整形したのかなと思うんですよね。違うかな違うかな。それにさ、あの、ばあちゃんって、まあ、基本変態でしょ基本変態、変態でしょもうね。もう、あの、女好きっていうか、あの、ちっちゃな子っていうか、もう、なんでも好きでしょあの、息子のハンターと一緒でさ、やっぱり血は争えないっていうか、もう変態でしょだから、変態だから、あの、やっぱりちょっとでも、若々しくいたいってことで、整形したのかな、とか、思うんですよ。まあ、でもね、皆さんどう思います？やっぱ、あれ本物？で、あの、10年ぐらい前のバイデンが、今回のこのバイちゃんみたいになるの？歳を取ったらこんなになる、こんなに変わるのかな？どう見てもね、あれは、おかしいんですよ。おかしいんですよ。ただ、これが、偽物バイデンであれば、奥さんのジル夫人は、やっぱ、かわいそうだよね。あの、自分の旦那じゃない人と一緒にずっといるのかな？それとも、奥さんも騙されてるのかな？それとも、ジル夫人も、もう、何？納得しているのかな？もう了解済みなのかな？ということで、まあ、いろんな写真があるんですけど、一番気になるのが、あの、バイデンが、あの、オバマに、なんか勲章みたいなのをもらってるんですよ。で、その時に涙目で、あの、その時の耳がね、やっぱり、あの、耳タブがある耳タブなんですよ。わかります？これ、まあ、本物の耳タブなんですよ。でも、なんとなく、顔は、やっぱり、超、今よりもおじいちゃんなんですよね。なので、おたけび人は、これ、整形だと思うんです。はい、整形だと。ということで、今回はこれぐらいで終わります。もうね、気になって気になってしょうがない。